皆さまこんにちはこの動画では MP3000 コントローラーの CPU モジュール内蔵イーサネット通信機能による IO メッセージ通信とメッセージの自動受信についてご紹介します。私はモーションコントロールスクール村松と申します。よろしくお願いします。はじめに MP3000 コントローラーの イーサネット通信モジュールを紹介します。MP3000 では CPU モジュールに内蔵された通信機能とオプションモジュールを使うことができます。イーサネット通信のオプションモジュールは 218IF-02 です。MP2000 シリーズと共通の通信モジュールでベースユニットのオプションスロットに装着していただく通信モジュールになります。 メッセージ関数を使ったラダープログラムを組んでいただくことで相手機器とレジスターデータの受け渡しを行うことができます。機能略称 218IFD は MP3000 シリーズの CPU モジュールに内蔵されたイーサネット通信機能です。MP3200 の CPU201、202、MP3300 の CPU301、CPU 302 30に内蔵されています。MP3000 で新しく追加された G レジスターや M レジスターの容量増設分にも対応した拡張メッセージ関数を使うことができます。また、ラダープログラムなしで、モジュールの設定だけで通信を行う機能として、IO メッセージ通信とメッセージの自動受信が実装されています。 2機種とも当社標準の通信プロトコルであるメモバスプロトコル拡張メモバスプロトコルの他に三菱電機様オムロン様 j t トク s 様の通信プロトコルにも対応したマルチプロトコルの通信モジュールになっていますこの動画では CPU モジュール内蔵 218IFD の機能である IO メッセージ通信と メッセージ自動受信について紹介します。IO メッセージ通信とメッセージ自動受信は、ラダープログラムなしでサイクリックな通信を行う機能です。IO メッセージ通信は、218IFD をマスターとして、スレーブとなる相手機器と1対1のサイクリック通信を行うことができます。メッセージ自動受信は、相手機器から送られた通信を受け取り、 指定されたプロトコルに従って、レジスターへのデータの書き込み、読み出したデータの相手機器への返信までを自動で行うことができます。今回のデモ機を紹介します。わかりやすい説明になるように、シンプルな構成にしてあります。2台の MP3300 の CPU モジュールとパソコンを、イーサネットのハブを介して、 接続しています。1台をマスターとして Io メッセージ通信機能を設定して出力レジスターのデータを相手へ送信。相手のレジスターを入力レジスターへ読み出します。もう1台の CPU モジュールはメッセージ自動受信を使ってラダープログラムなしで受け取った通信に応じた応答を行わせます。それでは実機の設定を行っていきます。 パソコン上に MP720 を2画面開いて、それぞれの CPU モジュールとオンライン接続してあります。イサネット通信のマスター、i o メッセージ通信に設定する1台目の CPU モジュールから設定を行っていきます。MyTool 画面から、モジュール構成定義のボタンで、MC Configurator ーー画面、モジュール構成定義の画面ですね。これを開きます。 CPU モジュール内蔵の 218IF でスパナボタンをクリックして詳細定義の画面を開きます。1台目の CPU モジュール、イーサネットの通信のアドレス、IP アドレスは出荷時設定の1921681-1に設定してあります。画面の下の方をスクロールしていって、 IO メッセージ通信の機能を設定していきます。IO メッセージ通信、無効になっていますけど、有効に設定します。表から設定することもできますけど、簡単設定を使うとですね、少しわかりやすく設定することができます。通信プロトコルを設定して、相手機器の IP アドレス、これを設定していきます。 今回は MP 同士の接続ですので、えー、拡張メモバスを選択しますが、えー、他社さんのコントローラー、三菱さんや本部のさんなどのコントローラーと接続する場合は対応するプロトコルですね。これを選択してあげてください。相手機器のアドレス、今回は1921681 10に設定してあります。 接続する機器に合わせたアドレスを設定してください。で、使い方に合わせてですね、コネクションタイプとデータのコードタイプ。今回は TCP。データのコードタイプはバイナリーで接続していきます。IO メッセージ通信は、データの送信用とデータ受信用で別々なコネクション。 ポート番号を使います。時局と相手機器のポート番号ですね。これを設定してあげてください。データを読み込む入力レジスターと相手に送る出力レジスター、先頭のレジスター番号、アドレスとデータのサイズ、それぞれのデータのサイズを設定します。 今回は入力レジスター IW の0番、出力レジスター OW の4番からそれぞれ4ワードのデータの転送を行います。相手機器側のレジスターの種類とレジスターの先頭のアドレス、番号ですね。これを設定します。拡張メモバスでは M レジスターの他に G レジスター、 選択することもできます。今回は入力、相手キックの読み出すデータを MW の0から4ワード。相手に書き込むデータを MW の4番から4ワード。書き込むように設定します。最後に CPU モジュールの、まあ、CPU 機能と n e c h a i c h a i f d の通信機能の間のデータの受け渡し。 これを高速スキャン、低速スキャンのどちらのタイミングで行うかということを設定して、IO メッセージ通信の設定は完了になります。OK ボタンをクリックして、表で一応設定された内容を確認していただいて、詳細定義のメニューバーのファイルからコントローラーへ今設定した情報を 書き込んで720を使ってフラッシュメモリーへフラッシュ保存を行います。28IF d の通信の設定はフラッシュ保存を行った後、電源入り切りをするとです、ね、有効になります。 これでマスター側の設定は終了になります。通信のスレーブ側の CPU モジュールをメッセージ自動受信設定していきます。2台目の CPU モジュールに接続している MP720 からモジュール構成定義ボタンで定義画面を開いて 218IFD の 詳細定義の画面を開きます。こちらの 218IFD は IP アドレスを1921681 10に設定してあります。IP アドレスを変更する場合は、この画面のアドレスを変更してメニューバーのファイルからコントローラーへ書き込んでフラッシュ保存を行って、 電源入り切りを行う前に720のオンライン接続を一度切ってくださいね。電源入り切りすると IP アドレスが変わってしまうので、一度接続を切って新しいアドレスで繋ぎ直してください。メッセージ通信の設定を行っていきます。Io メッセージ通信の相手側は2つのコネクションの設定が必要になります。 まあ、した設定ではありませんけど、こちらも簡単設定のボタンがありますので、こちらから少しだけ分かりやすく設定することができます。コネクション番号を選択して、通信のプロトコルと相手機器の IP アドレスを設定します。相手機器は今回は192168-1の1。で、えー、プロトコルは拡張メモバス。 ポート番号を設定していきます。先ほど、相手機器側で設定したポート番号。コネクションの1番は、t 0 0 2 1次局、相手局とも、t 0 0 2 1に設定します。コネクションタイプ、データのコードタイプは、相手機器に合わせた設定にしてください。OK ボタンと、 コネクションの1番目、1つ目のコネクション設定ができました。同じようにですね、えー、簡単設定からコネクションの2番、同じように設定していきます。こちらは、ポート番号が10022。ポート番号を設定して、IP アドレスを設定して、OK ボタンをクリックします。 メッセージ自動受信の設定は、詳細の欄から設定のボタンをクリックします。自動受信、有効に設定してあげると、レジスターのオフセット、それと、レジスターの書き込みの、レジスターの範囲ですね、制約条件を付けることなどもできます。使い方に合わせた設定をして、OK ボタン。 表示が青い文字に変わって自動受信の設定ができたことを確認することができます。二つ目のコネクションも自動受信を有効に設定してメニューバーのファイルからコントローラーへ書き込みを行ってフラッシュ保存を 行いアイオメッセージ通信もメッセージの自動受信もこの設定だけでラダープログラムなしでイーサネット通信を行うことができます設定が終わったので時期、えー、の方電源入り切りをして今の設定内容を 有効にしますデータの受け渡しができていることを見てみます。それぞれのレジスターをウォッチ画面で、値の確認とデータの書き込みを行ってみます。 スレーブ側の CPU モジュールの M レジスター。ここに値を書き込むと、マスター側の入力レジスター IW の0番。ここにデータが読み込まれることを確認いただけると思います。出力レジスター OW の4番に値を書き込んであげると、 このデータがスレーブ側の M レジスター MW の4番に書き込まれます IO メッセージ通信メッセージ自動受信を使っていただくと当社以外のコントローラーとも簡単にレジスターのデータの受け渡しを行うことができますこの動画では CPU モジュール内蔵の 218ifd によるイーサネット通信についてご紹介しました。安川電機では埼玉、愛知、大阪、福岡の各会場でモーションコントロールスクールを開催しています。一人一台のトレーニング機材、実機を実際に操作していただきながらコントローラーの使い方などを習得いただくことができます。機会がありましたら会場へも足をお運びください。